センタリスト大号さんが出した芸能界の闇田村厚しについてお話します。で、これ、おそらく田村厚しに対してネガティブな動画を出すんだなと思って、ま、案の定そうだったんですけど、すごいね、マウントを取られて自分が苦しい目にあった。でも、訴えたのに、田村厚しは全然あの、謝ろうとしてない。これはね、あの、吉本の後ろ盾があることに、理不尽じゃねえか、自分はいじめられた。なのに、向こうは、 もう、悪の限りの人間だっていうわけですよね。まあ、ざっくり言うとね。まあ、それに関して俺が思ったことは、メンタリスト大子と、田村敦っていうのは、俺の中で似てるんだよね。どういうことかっていうと、二人とも最初好きだったんだよ。でも、嫌いになりました。まあ、あだったら、あの、赤い髪の頃は面白かったよね。でも、なんか、赤い髪じゃなくなってから、ちょっと文化人とか気取るようになって鼻につくようになったんだよね。で、なんか、可愛気がなくなったっていうか、なんか、なんかムカつくな、なんか、 ちげえなと思って嫌いになったんだよね。で、メンタリスト大悟も最初好きだったんだよ。で、この人の有料会員になっていたんだよ、実は。でもなんか話聞いてるうちにさ、なんかこいつも鼻につくなと思って嫌いになったわけですよ。まあその後にはホームレスの件で炎上して、やっぱ自分のね、嫌いだったっていう感覚はあっていたんだなと思いました。で、要は似た者同士なんじゃないのかって思うんだよね、この二人っていうのは。どっちもさ、大きな数字持っていて、大きくお金を稼げてるわけじゃないですか。 だから争いはなんか同じレベルの人間でしか発生しないっていう、まさにその典型的なパターンかなと思うんだよね。で、熱しマツしでさ、まあ、この大悟に対しても、俺はこうだった、ああだったって、同じようなこの理論、武装した動画出せると思うんだよね。でさ、メンタリスト大悟の方が、その、こういう発言をしちゃうと訴えられるリスクがあるから、言葉に気をつけてるっていうけど、 メンタリスト大つってさ、お金いっぱい持ってんだから別に訴えられてもいいじゃんって思うんだけどね。立花さんみたいにさ、もっとさ、こうやって反発の動画出すんだらさ、思い切ってさ、フルスイングしろやと思うんだよね。訴えられようが、何されようが、俺は間違ってないんだ、正しいんだ。で、訴えられたとしても別に俺は金があるんだ、でいいじゃんって思うんだよね。だから二人ともさ、なんだかんだ言ってさ、この上弱の上に成り立っている成功かなって思うんだよね。まあ、淳の場合は、ね、有料会員とか、 でも本売ったりしてるか。まあ似てるよね。ちょっとあのポジションが似てるよねって思うんだよね。まあそれ考えるとね、だからどっちもどっちやんって思うんだよね。で、メンタリスト大悟はさ、メンタリストなのにさ、ここでさ、なんかテンパっちゃってさ、ふざけんじゃねえ理、理不尽じゃねえかみたいな風に、そういう位置に行っちゃうのもおかしいよね。メンタリストだったらもっと先回りできないのかよって思うし、確かにね、でもね、淳のね、この、 っっぷりっていうのはなんか分かるる気がすホリエモンはどっちの味方にするんだろうねこれね。でメンタリスト大悟はそのな,なんかさ欠けてるよねと思うんだよね。この人しくじり先生でもさメンタリストのメンタルがボロボロだったっつってさしくじったからあの、ね、反省してるっつって立ち上がってでもまたこうやってしくじってるじゃんと思うしもっとなんかさおぎやはぎの矢はぎみたいにさ ああやってなんか、のらりくらりとさ、なんか優位な立ち位置でさ、なんか、争い事と,とかなくさ、いた方が幸せで健全じゃんと思うけどね。二人とももういい年やん。こんな争う、なんか、こと自体でもお互い負けちゃってるよねって僕は思いました。以上です。どうもありがとうございました。